優勝決めました岡村啓太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦見事な一着でしたが、振り返ってみていかがですか。精一杯レースできました。今節は5連勝もありましたが、ここまで振り返ってみて船足いかがでしょうか。まあレース行けば悪くないと思います。それにしても足は本当に相性いいですね。まあそうですね、はい。今節のスタートはいかがですか。まあ気持ちですね、はい。では最後に一言お願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援お願いします。優勝決めました椎名豊選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦振り返ってみていかがですか。外してました、はい。ちなみにここまでオール3連体ですが、船足はいかがなんでしょうか。足は普通にしっかりレースできる感じもあります。優勝戦に向けてさらに何か手は加えますか。ちょっと準優の乗り心地は厳しいんで、しっかり4日目ですかね、良かった足にちょっと戻したいと思います。今節のスタートはいかがでしょう。まあ、前節切ってるんで抑えてます。それでは最後に意気込みをお願いします。優勝できるよう一生懸命走ります。順位は角から進みましたが、振り返ってみていかがですか。まあ良かったと思います。シリーズはこれで3勝となるんですが、船足の方はいかがなんでしょうか。まあバランス取れていい感じだと思います。優勝戦に向けてさらに何か上積みは図りますか。いやでも準優勝戦がちょっともう回りすぎてたんで、まあちゃんと回転はしっかり合わせたいなと思います。今節のスタートも教えてください。まあスタートは景色は見えてます。では最後に一言お願いします。優勝できるように頑張ります。お願いします。優勝決めました安子内翔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦は振り返ってみていかがでしたでしょうか。いや本番前にちょっと風がだいぶ強くなったんで、ちょっと怖かったですね、はい。今節ここまで戦っての船足はどうなんでしょうか。初日全く乗れてなかったんで、もうペラを思い切った方向で調整して、最初出足回り足を中心に良かったんですけど、昨日からもう伸びの方も一人もだいぶ分が良くなったんで、微調整の範囲ですね。納得している状況ということでよろしいでしょうか。はい、エンジン様々です、はい。今節のスタートいかがでしょうか。初日はあれだったんですけどね、会員はそんなにずれてないです、はい。近況優勝戦悔しい戦い続いていますが、決めたいですね、はい。まあ、今年は優勝戦2着ばっかりなんで、2着目指して頑張ります。では最後にもう一言お願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。三河貴明選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦を振り返ってみていかがですか。展開があったんでしっかり刺そうと思ってよかったです。ここまで戦い終えての船足はいかがでしょうか。出足中心にレース足と回り足がいいと思います。優勝戦に向けてはさらに何か手は加えていきますか。4号艇の安子内君も伸びると思うんで、ちょっとそれに乗って展開つけるような足を求めていきたいと思います。スタートも教えてください。あ、ダッシュは見えてます、はい。地元での初優勝決めたいですね。優勝するならここがいいです。では最後に一言お願いします。優勝目指して頑張ります。応援お願いします。中村明智選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。振り返ってみていかがですか。まあ、最初は全然エンジンパワーがあれやったんですけど、今日1走目終わって整備士さんのおかげで改善した部分があったんで、ちゃんとした足になってたと思います、はい。では今は船足は納得している状況でしょうか。はい、戦えるレベルはあると思います。今節のスタートはいかがですか。追い風が強いんで用心していってます。優勝戦は6枠となりますが、進入など何か考えていらっしゃいますか。6コース死守します。では最後に一言お願いします。優勝できるように精一杯頑張るので応援のほどよろしくお願いします。